ですよ。なんか大概今金持ちはマカオ、金持ちっていうかそういう遊ぶのが好きな人じゃ大体マカオ。あ、そうなんだ。響きザビーストが入ってきた。いや、今退席じゃなかった。退席だった。響きも結構いい年齢になってんのかな。当時二十歳ぐらいだったんだけど。え、知らないですか。あの敵のチームのさ、レイジ。そうだったんだ。俺がレイジ。レイジじゃなくてSFL です。SFL です。SFL です。すごいね。だからおにきとかもその時、響きおにき。響きおにき。カノもそこじゃん。カノもそんなで。あ、誰だっけ。シュート。あ、シュートもそれ。シュートねもさんのチーム。あとは。あと、もっちゃん。あ、もっちゃん。もっちゃん JP だよ、今。で、で、優勝したのが、孫さんのところの、あ、ユージ、ユージ。あ、懐かしいね。ユージ君結構やってるらしいけどね、このゲーム。チュンリーでしたよね、当時。うん、チュンリー。あと、坂上。あ、バイソン。坂上。坂上。こんだけこの業界いたら、いろいろ懐かしいってなるの出てくるわな。そうね。大体実はポットでじゃない人が多いんですよね。うん、その響きとかもそうだし、うん、なんなら別にかけるも、ね、うずらで。そうですね。そうやそうね。いったら子さん。俺はね、確かかける知ったの2019年かな。それこそあの SFL でちょっと選ぶ候補に入ってましたよ、梅原さんの。ああ、そうそうそう。まあ龍だったからね。そうね、そこだよね。初めて会った時になんか名古屋メンバー、そのスカイで対戦したんだけど、スカイメンバーがその秘密、僕たちの秘密兵器なんですっつって言ってて、へえっつって、あ、でも確かにうまいなみたいな。で、まあなんかアドバイスありますかって言って、リュウやったらっつって、まあ、それがアドバイス。そうだよ。だいぶ聞かなかったっすね。だいぶ聞かなかったね。だいぶ頑固にやってました。いやでもすごい、あの頭かぶるから図を自分につけ足してる。ほんとだすごい。でも缶にかぶってる次は。ほんとだ面白い。缶を足さないと。でもなんか俺は記憶がないんだけど、うん、その2000、いつだ、河野が優勝した年のエボ。去年か。去年俺がルークにしたらっていうか、うんって言ったらしい。覚えてない。それがでルークになった。なんか竜だと需要がないから結局対戦もできないし、そこっすよね、結果として上達しないよねみたいなこと言ったらしい。覚えてない。解明坊めちゃんがいた。え、そうなの。知らん。それは多分言ってない。じゃあ言ってないんじゃないかな、本人が言うなら。いや、覚えてない。覚えてないだけの可能性ある。なんてたんですかね。解明、うずらかお前それでテレビ出んのかっつってもし有名になったら、はい、いやだからさ、例えばさ、なんだっけ、いや時野とかさ、なんかあんだけ肩書きさしっかりしてるしさ、本名でよかったんじゃないかなと思ってそうだなって。時野として有名になるのと谷口はじめとして有名になるんだったら、まあそこはそうね。谷口はじめは、いや、ワンチャン時野じゃないですか。ほんと、なんかな、谷口はじめなんかちょっと覚えにくい。そう、あ、まあまあ時々は覚えやすいよ、うん、確かに。永田君よく覚えてますね。下は、下は、下はね、4文字だよ。合ってる合ってる。何でしょ。ほらだからあれよ、欲しいな俺。まあ、広い。おお、すごい、よく覚えた。結構俺の今ひねり出したらマジでよく俺出てきたな。かなり覚えてる人少ないですよ。そうだよね。よく出てきたな。よく出てきたな今。まあだからその龍が強いっていうか、その龍ってまあ弱いじゃん。龍が強くなる方はもう絶対ないと思ってます。まあないかどうかは一旦置いといて、あのまあ弱いじゃん。でさ、でも龍がこのゲームで強いと多分このゲームってなんかすごい地味になっちゃうじゃん。まあどういう挑戦するかによるけど、その球打って地上やってっていうのが強いって話になるから、まあ、実際ガイルが強い時の絵面ってさ、結構なんかずっとソニック打ってみたいな感じになっちゃってるわけじゃない。あれってスト6のなんかシステムがやっぱちょっと減ってる感じがあるからしょうがないのかなって。スタンダードキャラが弱いのは龍が返信しないといけないですね。どういった返信ですか。
でも服装とかも変えた方がいいですよ。もうこの服じゃ無理だと思います。それ一時ちょっと愛機の方に行ってたからな。心眼そう、当て身当て身で格変えようみたいな方向に行こうとしたから。ただやっぱ殺意は相当あるからな。なんか殺意として出してほしいな。もうこの竜はもういいよ。でも確実に今までの竜で一番面白いんだよね、この竜。甘いですか。まあまあゲームがっていう話なんだろうけど、まあ、やれることも、まあやれることっていうか、まあシステム多いからね、どうしても楽しいよね。波動拳なんとかしてほしいんだよな。てかなんならだから波衝撃にもうガンカンペ振っちゃっていいと思うけどね。波動はもうおまけで、うん、波衝撃キャラにしたらいいと思うんだけど、ね、波衝と電陣みたいな、固めるみたいな、うん、固めの竜みたいな、まあ、運びの剣固めの竜だったら面白いと思うよね。なんなら貯めたら破傷をあのあれにしてほしいわ。レーザーあいつのなんだっけ、あお兄ちゃんアキラ、アキラみたいなレーザーにしてほしいんだけど、破傷撃っつってパーンって上げていくでダウン取れるみたいな。いや俺はやっぱね91年でしたっけ、スト2はからのストリートファイターファンなんで、ちょっと龍に頑張ってほしいんですよ。ヌメさんが使って頑張るっていう、うん、その押し上げていきましょうよ。勝たれへん。いやでもさ、ヌメさんが使って勝てなくてずっと頑張ってたら強くしようって思うんじゃないですか。ヌメがそう、梅原がこんな使って勝てないってことは強くしようって。いやそのためにかなり俺は犠牲を払う。竜を強くする。めちゃくちゃな犠牲払うことになるからね。竜が強いゲームが面白いのかどうかっていうのもあるしね。まあそうよね。それも言えてる。だからその6がやっぱりせっかくこんだけシステムあるから、だから弾主体のキャラにしなきゃいいじゃん。それこそ破傷撃メインのさ、うん、ガンガン固めていくキャラとかにしてほしい。だからもう見た目が竜だったらもう何でもいいのよ、こっちは。見た目竜で JP みたいに。のかさんって言って下からあの出てくる。めちゃくちゃかっけえじゃん。確かに波動青い。めちゃくちゃかっけえじゃん。超使いてえよその時。え過去いるんですか、そのやばいそのトリッキーな竜っていたんですか、ゲーム。ないアルカップですらそんなことなかった、うん、いないね。波動竜はずっともうあの感じ、うん、ま、一番そのまあ王道じゃなかったのがサードなのかな、電人竜と。ああなるほど、ね、確かに、うん、どっちだったらなんかそうアッシュだったから、うん、で剣の方がねなんか正統派だったね、どっちかっていうと、うん、なんか超ゴリラ、もっとゴリラキャラに振ってくれるかな、うん、なんか剣でいいじゃんじゃなくて竜にはこれがあるが欲しいですよね。中足短くしてめちゃめちゃなんか当たった時痛いみたいな。オーディハドで駒投げつけちゃおうか。オーディハドと一緒に前に進みます。駒投げかなりね、この竜が竜じゃなくなってしまう。いやいいんじゃない、もうもういいか、うん、そろそろ気づこう。竜ももう欲しがってるよ多分。駒投げ強くなってそろそろ気づこう。もう何十年この世界にいるんだ。確かに竜もね、思いっきり胸ぐら掴んで投げてほしいですよね。あ確かになんか怒りなんかいい、そういうおっとこれはサマーが届いてない力強い投げ欲しい。